じゃあ危ない、敵を遠く、小心のドアが始まるぞ。釣りもして化粧着さす、小心のドアが始まるぞ。はい、今回は、少子のキャップ投げ講座やっていきたいと思います。まあ、少子のキャップ投げ吸収募集という募集がありまして、まあ、それこで、まあね、かの有名なゆで卵さんがね、動画、くださったので、まあ、今回はゆで卵さんの、チェンジアップについて、紹介していきたいと思います。まあ、今回はゆで卵さんのチェンジアップということで、ゆでアップとさせていただきます。ゆでアップ。まぁちょっとね、自分でもなんか笑っちゃうんですけども、まぁ、今回ゆでアップということで、上げさせていただきます。で、まぁ、このゆでアップ、まぁ、ゆで卵さんという方が、くださった球種なんですけども、まぁ、ゆで卵さん、本当にありがとうございます。まぁ、概要欄にゆで卵さん、YouTube やられておりますので、概要欄にリンク載せておきますので、もしよかったら、ゆで卵さんの方の、リンクに飛んでいただいて、お、いいなっていう動画がたくさんあると思うので、もしよかったらチャンネル登録なり高評価なりしていただけたらなと思います。で、まあ、この吸収募集なんですけども、まあ、常に募集しているという形で、やっていますので、まあ、この少子キャップ投げ吸収募集っていう、動画が自分の方にあると思いますので、そこでそのルールとか、まあ、どういった状況で、応募するのかっていうのを見ていただいて、応募していただけたら、簡単に応募できますので、もしよかったら、まだやられていない方いらっしゃったら、応募していただけたらなと思います。はい、今回はそうですね、ゆで卵さんのチェンジアップ、ゆでアップについて、まあ、説明していきます。で、まあ、ゆでアップなんですけども、まあ、普通のこの握りから、まあ、角度を変えてあげて落とすという感じになっています。で、この角度を変えることによって、変化の落ちるタイミングですね、落ちるタイミングを変えられるというね。なので、ここで落としたいとか、まあ、そういった時にこの角度を調整することによって、変化の落ちるタイミングを変えられるというね、かなり素晴らしい球種となっています。なので、このまあ、おそらく人のリリースポイントによっても多少変わるので、まあ、この角度だったらどこで落ちるよとかは、まあ、一概には言えないんですけども、まあ、そこは皆様のね、試していただいてという形になると思うんですが、まあ、そこもやはりまた楽しみというところだと思います。で、まあ、ゆでアップなんですけども、そもそもゆで卵さんってギャリック砲という、まあ、投げ方を投げる方なんですよね。で、自分自身ギャリック砲そんなに、てか、今まで投げたりしないかったので、ギャリック砲今回ちょっと練習して、ちょっとまだぎこちない部分あるんですけども、まあ、ちょっと見ていただけたらなと思います。で、ギャリック砲がまず、まあ、ゆで卵さんが、まあ、作られた、ギャリック砲なんですけども、まあ、とにかく、まあ、ギャリック砲の中でもいろいろなギャリック砲を投げられてる方いて、まあ、ゆで卵さん曰く、その、まあ、頭の後ろに手があれば、まあ、ギャリック砲だとおっしゃっていたので、まあ、そのような定義でギャリック砲という形にはなります。で、まあ、ギャリック砲なんですけども、結構なんか特殊な形するので、結構力とか入りにくい、球種に力とか伝わりにくいんじゃないかなとか思っていたんですが、それが意外と球種がすごい伸びるんですよね。で、そこがかなりびっくりしたんですけど、結構
まあ今回は、ギャリック法の、まあ、ゆでアップになるんですけども、まあ、結構他の、まあ、ストレートとか、まあ、いろいろ投げてみたら伸びたり結構曲がったりするので、結構ギャリック法おすすめなのかなってとこはありました。でも今回はそのゆでアップなので、まあ別の動画でちょっとね試してみたまあ、ライジング系とかがあるんですけども、それはまた別の動画で、あげたいなと思いますので、もしよかったらそちらも見ていただけたらなと思います。で今回ゆでアップなんですけども、まあ、先ほど言った通りね、このような形でここの変化幅、あ、変化のタイミングをこの傾きによって変えられるというのが、良さかなと思います。ゆで卵さん自体かなりこのゆでアップで、まあ本人はゆでアップと呼んでないと思いますけども、それで結構三振を量産しているのかなと思います。まあ、やはり空気抵抗でタイミングが変わるのかなと思います。で、まあ、ゆでアップ、まあ、再三握り方説明してるんですけども、まあ、この傾きですね、傾きを変えることによって落とせるという感じです。まあ、ギャリック法の、まあ、投げ方、まあ、自分、もうすでにここで話してる時には自分のその投げているシーンの動画が出ていると思いますので、まあ、そこで、まあ、ギャリック法については説明というか見ていただけたらなと思います。てかもう見てますね、多分ここではということになります。なのでこのような形でギャリックを投げていただけますと、急に減速して落ちていきますので、スーって落ちていくので比較的、まあ、チェンジアップとしてすごい投げやすいのかなと思っています。で、このチェンジアップゆでアップなんですけども、単純にストレートと同じような弾き方でやりますと、チェンジアップにならないのかなと思いました、実際にやってみて。なので比較的そのスッと、なんて言いますかね、抜く感じで投げた方がよりチェンジアップの精度が上がるのかなと思います。思いっきり弾くと落ちないで伸びていきますね。なので実際にはちょっと少し抜き気味でスッて抜く感じで投げていただいた方が、まあ、ゆでアップしっかり、打者の手元で落ちて、まあ、減速していくのかなと思うので、まあ、皆さんも、まあ、ポイントとしましては、まあ、ちょっと、まあ、傾きはまあ自分で考えてあげて、で、リリースですね、リリースのタイミングに少し抜き気味で投げるっていうのに、まあ、注意していただければ、投げられるのかなと思います。なので、もしよかったらこのゆでアップですね、まあ、しっかり投げていただいて、まあ、三振をね取っていただけたらなと思います。まあ、最初にね投げてもいいですし、まあ、決め球にも持ってこいの球種だと思いますので、ぜひぜひこのゆでアップ、使って、三振を取って、まあ、試合でもね使っていただけたらなと思います。で、ではでは、まあ、今回ここら辺でお会いさせていただくんですが、まあ、ゆでたまごさんは、まあ、YouTube やられてる方なので、まあ、リンクぜひ見ていただけたらなと思います。他にも概要欄、自分の動画や、まあ、自分が、作成しました LINE スタンプや、キャップ投げの電子書籍等もありますので、もしよかったら、見ていただいたり、まあ、高評価、チャンネル登録などしていただけたらなと思います。ではでは、皆さん、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。お願いチャンネル登録のところでチャンネル登録できますので、よかったらお願いします。おすすめの動画というのもありますので、ぜひご視聴ください。概要欄に私の執筆した電子書籍のリンクありますので、よかったらそこから飛んでいただいて、買っていただいたら本当に嬉しいです。